皆さんこんにちは。海外 FA を獲得していない日本の選手が大リーグ移籍するために利用するポスティングシステムの申請期間が12月15日に終わりました。ロッテ佐々木朗希投手の契約更改は来年に持ち越されることになりました。年内までに交渉がまとまらず、年明けに再度行われる予定となっております。佐々木朗希投手は今春の WBC にも侍ジャパンの一員として出場、日本人最速タイ165キロをマークするなど、剛腕の名前を世界中に轟かせました。またかねてからメジャー希望を持っており、今オフのポスティングシステムでのメジャー挑戦は実現しませんでしたが、今後も粘り強く球団とは交渉を持つとみられています。ただ自身がいくら行きたいと言っても、ポスティングシステムを利用したメジャー挑戦には球団ファンの理解も必要となります。12年総額3億2500万ドルと投手として史上最高額の高評価を勝ち取ったドジャース山本由伸投手は、オリックスで3年連続投手4冠を果たす無双ぶりでチームのリーグ3連覇を支え続けました。山本由伸投手ほどの成績を残すのはなかなか難しいだろうが、プロ4年目にして未だ年間通して活躍したことがない佐々木朗希投手のメジャー挑戦には、時期尚早の見方がつきまとうのも仕方がないことかもしれません。そんな佐々木朗希投手のメジャー挑戦に、パドレスに所属するダルビッシュ有投手が声を上げています。ダルビッシュ有投手がロッテ佐々木朗希投手をメジャーに行かせる署名活動をしてほしいと訴えました。音声配信サービススタンド FM に28日に登場したダルビッシュ有投手は、大谷翔平選手と山本由伸投手が同じナ・リーグのドジャース入りしたことに、すごく悲しい、なんて言うんだろう、この気持ち、ドジャースにいたから良さはわかる、でも僕がパドレスに行ってドジャースを倒したいといつも燃えている、日本人で契約できるなら集まって倒したいというのはあったと、複雑な心中を吐露、日本人軍団の結成を夢見ていたようで、ふっと力が抜けたと話していました。さらに近い将来の MLB 移籍を視野に入れる佐々木朗希投手の今後にも触れ、応援してあげてほしい、ロッテファンはメジャーに行かせてほしいと署名活動してほしい、まだ早いとか、球団にもっと恩返ししてからとか言うけど、そこを逆にね、みんなで署名活動しましょうよ、このラジオから選手をアメリカに送りましょうと呼びかけました。佐々木朗希投手は今オフにポスティングシステムを利用しての MLB 移籍を球団に要望していたことが明らかになっています。契約更改も越年、球団との交渉が続く中、佐々木くんの心が心配、入った時にメジャー同行の話になっていたのかどうかと心中を察し、パドレスなら OK、 松井裕樹くんも僕もあと5年いる、佐々木くん、噂は直行くん、今永翔太くんも来てほしいとエールを送っていました。昨年のクリスマスイブ公開から1年、佐々木朗希投手が来季の契約を結ばないまま2024年を迎えることになりました。これまで球団は代理人との複数回にわたる交渉で、佐々木朗希投手が希望するメジャー挑戦についてなど話し合い、交渉が長期化していました。今月上旬には佐々木サイドがポスティングシステムによる今オフのメジャー移籍を要望していることが判明、球団側が認めないまま今月15日に今年の申請期限を迎え、今オフの移籍は実現はしませんでした。ただ佐々木朗希投手にとってメジャー挑戦は入団時からの夢、3月に WBC を経験したことで1年でも早くという思いは強くなったそうです。佐々木朗希投手に近い関係者によれば、来オフも継続して夢の実現を訴えていくということです。球団も将来的なメジャー挑戦については肯定的に捉えているそうですが、ただ今季も左脇腹の肉離れなどで3度離脱するなど、プロ4年間で一度も年間を通じて稼働できたシーズンがないこと、さらに25歳ルールの壁もあり、早期ポスティング移籍は佐々木朗希投手と球団両者にデメリットが大きいそうです。今オフ25歳でドジャースに移籍した山本由伸投手はメジャー投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル約458億円で契約を結び、オリックスには5062万5000ドル約72億円もの譲渡金が支払われます。しかし25歳未満の選手はマイナー契約しか結べず、球団もわずかな譲渡金しか得られません。メッツなどメジャーで5年プレーした吉井監督は、入団時からいずれはメジャーに行きたいとは聞いているとした上で、自分だったら球団にもうちょっと恩返ししてからでないとダメかなと思ったりもすると話していました。アメリカ CBS スポーツは26日に
次にメジャー球団と巨額契約を結ぶ日本の3選手の一人で佐々木朗希投手を紹介しました。地球上で最も才能がある投手の一人と称賛。これまでも登板日にはメジャー球団のスカウトが集結していました。年が明けて契約を公開した後には大きな夢を見据えてまずは目の前のシーズンに集中し誰にも文句のつけようがない成績を残すことが最優先となります。 SNS 上ではメジャー行きを支持する声よりも時期尚早という声の方が多いようですが、元ヤクルトで選手、コーチとして活躍した宮本慎也氏は12月25日に更新した自身の YouTube チャンネルで佐々木朗希投手のポスティングについて、まだ中6日で1年持っていないのにそれはちょっと違うんじゃないかなと思う、希望とか夢で語るのはいいけどとコメント。さらにこう続けて、ロッテがあれだけ大事に育てて今年で言うと中6日で回らせていって結局途中で怪我した、ポスティングは球団が OK と言わないといけない制度なので球団に恩返しした形であと2年しっかりフルで働いてポスティングをお願いしますと言えばロッテも心よく行ってきなさいとなると思うと話していました。ネット上でもさすがにこれはやりすぎでしょう、一選手の立場でしていいことではないです、ロッテ球団は営利企業です、譲渡金が大してもらえない25歳以下まだシーズン通して活躍してもいない選手のわがままを聞くわけにいきません、球団としては選手の権利としてのフリーエージェントの行使譲渡金がそれなりつまりドラフト時の契約金以降の投資が回収できるめどが立つまでは佐々木朗希投手をメジャーに手放せないのは当然です。ダルビッシュ投手は一選手です、プロスポーツの経営者でもスポーツ界の指揮者でもまだありません。報道の通りだとすればさすがにここまで来ると分をわきまえるべきだと感じます。佐々木を応援してます。佐々木とロッテがどういう話し合いで入団したかによりますが、選手が好きなようにできるなら球団経営は成り立ちません。かといって現行の FA 制度の年数は長すぎると個人的には思います。ただダルビッシュのこの発言は日本球界を思っての発言とは思えません。ダルビッシュは好きですがこれは支持できません。ダルビッシュ投手から古巣の日ハムからメジャー挑戦しようとしている上沢投手の名前も挙げてくれたのは非常に嬉しいです。佐々木朗希投手の件は通用する云々よりロッテの優勝争いに貢献する前に怪我で離脱したり規定投球回に到達したシーズンがない中移籍金があまり入らない年齢で行くのはどうなのかとロッテファンの間で賛否両論の印象です。ポテンシャルは誰しもが認めているので難しい話なんだろうなと思いますとの声が上がっていました。いかがでしたか。今回は佐々木朗希投手の移籍についてダルビッシュ有投手が語った内容について紹介しました。今後どのような展開になるか分かりませんがメジャーに行くにしろ残留するにしろ佐々木朗希投手を応援していきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。